1947年頃の最高裁判所規則集、占領政策のため英和大役形式となっている。最高裁判所規則は、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律、司法事務処理に関する規則、日本国憲法第77条1項の実施に基づき、職員の選考や勤務時間、諸費用、文言、公室会議、裁判官や、 司法修正生が身につける起承の規定も、この規則によって定められている。最高裁判所の規則制定権は1947年の日本国憲法によって認められた。最高裁判所の規則制定権、第77条最高裁判所は、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律及び、司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 検察官は、最高裁判所の定める規則に、銃はなければならない。他方、内閣は、憲法の規定を実施するために、政令を制定する、ことを義務付けられている。憲法77条の規定の実施については、裁判所法などの法律の本則には、規則制定権の規定はなく、施行令もないが、内閣が制定する、施行令の不要性について特に議論があることもない。 内閣の職務権限、第73条内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。6この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。また、内国司法制度上、終身裁判所たる憲法裁判所が存在しないため、最高裁判所規則の法令審査権は、最高裁判所が独占しており、外部審査機関はない。 最高裁判所の法令審査権第81条最高裁判所は一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終身裁判所である。最高裁判所には規則制定諮問委員会として一般規則制定諮問委員会、家庭規則制定諮問委員会などがあり、主に訴訟法に関する最速、 裁判官の処遇に関する規則、司法行政に関する規則が設置されている。規則は、制定時には官報に掲載される他にはほとんど公開されていないが、裁判所の外部にある書籍としては1947年から1950年の規則集が存在する。司法権の独立性を確保するというエ米法の影響を受けた制度、訴訟に関する手続きに関する規則は、 民事訴訟規則、刑事訴訟規則などがあるが、法律が基本事項を定めた上規則はそれを保管するものとして制定されている。訴訟手続き等に関する技術的側面については、国会や内閣よりも裁判所が定めた方が実際的であるという観点に基づいている。例えば、弁護士が訴訟手続きに関与した場合の扱いや、 裁判文書の送付方法などが規定されている。司法行政に関する規則は、司法収集委員会や各種資格試験委員会、判例委員会に関する規定や規則、制定諮問委員会などに関する規定がある。最高裁判所が所管する規則の内容は当然、裁判所法等の法律により、国会が定めることができる。しかし多くは最高裁判所が定めているのが、現状である。 規則と法律が競合した場合、一般的に法律が優先すると解されている。1947年に最高裁判所自身が定めた裁判官報酬等を残高規則が、後に国会が制定した裁判官の報酬等に関する法律などに置き換わるなど規則が法律化した例がある。2017年には裁判官の報酬以外の給与に関する規則が設置された。 日本ではかつて規則の法律化に反対論を唱える勢力があったが、例えばフランスや韓国においては、司法行政組織に関する規定は、議会が定める法律となっている。国際法上は、司法機関の義務権利規定に、国際連合、法志行機関職員行動規範、司法部の独立に関する基本原則、バンガロール原則、 国際裁判官協会の世界裁判官検証などの規約、宣言等があるが、裁判所では国際規約等の内容の検討などは言っていない。ありがとうございます。